青池先生、今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はじめにじゃあ先生と荻窪の町の関わりを教えていただけますか？はい、もう長いもので住み始めてからもう20年以上経つんですけれども、で、桃井幼稚園、そして葛掛小学校で、天沼中学校と、本当にこのその辺にお世話になりました。で、もうずっとこのここの環境に育まれてきたんですけれども、まあ、音楽で音楽家として地元と関わる以前からやっぱりとてもこう人間として育まれてきた場所です。ここ荻窪はやっぱり地元の方々のこう地域への愛というかが本当に大きくて、そして町の文化をもっともっとたくさん咲かせようということで始まりました。それで私自身は、これもすごいご縁なんですけど、中学校2年生の時に、通っている天沼中学校の体育館で母と一緒に、コンサートをさせていただいた。で、それをたまたま母の昔からの知人であり、合唱で共演したことがあったその荻窪音楽祭のスタッフさんの一人がいらっしゃいまして、平木さんというんですけれども、彼が、中学生になった私のと母の演奏を見つけてくださって、だから私の生まれる前からその平木さんは私のことをご存知知っててくださったんですけれども、でそこから、演奏家として荻窪音楽祭に関わることになりました。城西病院のホスピタリティコンサートという、そこにもう高校生大学生何度となくお世話になってきましたし、で、まあ、個人的にはそういうふうに関わってきたんですけれども、でこの何年かですね、荻窪音楽祭第30回の記念の年から、子どもたちアンサンブルが始まりまして、でフレッシュジュニアコンサートという日本フィルのメンバーの方とオーディションで選ばれた子どもたちが、同じ舞台で共演するというコンサートを毎年荻窪音楽祭やっているんですけれども、そこのオーディションとコンサートを経た、子どもたちの中 その弦楽器奏者が主なんですけども、あとオーボエの子もいるかな、ですとか、一緒に合奏が始まりました。で、私自身はお誘いいただいて、そこでコンサートマスターと、あと、まあ、リハーサルの練習の中でこう何かとこう、まあ、指導というよりは、まあ、こうしないみたいな感じで私は提案させていただいていたとかで、演奏会去年までやらせていただいてきました。まあ、残念ながら今年はコロナでできないんですけれども、でもその子どもたちというのが、まあ、小学校大体今3年生ぐらいからもう大学卒業されたぐらいの方もいらして、でみんなでそう幅広い年代で作るアンサンブルがとてもこう充実した時間で、何というか子どもたちってすごくもうスポンジのように吸収するので、一言言っただけでこうぶわっと想像が膨らむというか、もう何ヶ月もかけて一緒に何度となく同じ場で練習をするんですけども、その時間一回一回での変化が素晴らしくて、でそれをもうみんな本番に持っていく。でなんか私も子どもの頃そんな1時間半のコンサートとかやったことなかったですけど、でも小学生の子たちとかが本当集中を切らさないで前半も休憩挟んで後半も弾き切る姿とかが本当にもう感動的でして、まあ、一緒に弾いてても毎年毎年本当に素晴らしい経験させていただいてきているので、特にこの何年かは荻窪音楽祭の思いがとても強くなっています。本当にラッキーだなと思っていて、自分の生まれ育った場所に音楽祭があるっていうことがなかなか貴重なことですし、で私一番素晴らしいと思ってるのは、これはもうこの音楽祭はもうプロのものだけとかアマチュアのものだけとかではなく、もう全員のものなんですよね。
なのでちょっとこうたまたま通りすがった方が荻窪駅の前で舞台があって生演奏を聴けたとか、そこから始まってもうカフェとかもういろんな施設とかもう大小さまざまな場所でこうもうまあ部屋の中なので見えはしないんですけれども、でもひとたびこうパンフレットを開けて、それでどこかに行ってみたらもうどなたにでも開かれたものなんですよね。で無料のものもありますし、お金を払っていくものもありますし、本当に選択肢もたくさんあるので、本当にもう荻窪の方とか杉並の方に本当にこう浸透していってほしいなと思いますし、本当に私も荻窪音楽祭に育てていただいているものの一人なので感謝をしています。はい、ありがとうございます。続きはコンサートで。またね、さよなら。